おい、キリュウ。こいつを見てくれ。これは？今朝、東京湾に上がった女の水死体だ。この入れ墨。死因は頭部挫傷および出血多量によるショック死。死体はコンクリートの重しをつけられて沈んでいた。かなりの拷問を受けている。水木なのか。何とも言えんが、ただこの入れ墨、水木の入れてた模様と一緒なんじゃないのか。これは。どうした。この辺りよく見てくれ。小さく歌って文字が見えないか。ああ、こいつは二代目歌堀の仕事だ。この堀氏は必ずどこかに自分の銘を入れるんだ。じゃあこの死体の入れ墨もその堀氏が。ああ、俺の背中も掘ってくれた。占領通りとピンク通りの間の竜神会館にいるはずだ。写真の女が水木なら遥かには酷だ。あいつには伏せておく。ああ、ちょっと出てくる。いってらっしゃい。伊達さん、俺の事件のせいで四課に飛ばされたって言ったよな。ああ、昔の話だ。チャンスがあればまた一課に戻れるのか。どうだろうな。どのみち俺は組織の鼻つまみ者だ。戻ったところでな、案外今くらい自由な身の方が俺には合ってるのかもな。いっそのこと探偵をやってみるのもいいんじゃないか。いや、せや、俺は腐っても警察官だ。勇敢マダムの浮気調査や猫の行方探しなんてな柄じゃねえ。もっとこう正義のために駆け回っていたいんだよ。そうかい。何か分かったら連絡しろよ。あまり無茶すんなよ。あいつは。ちょっとそこら。